スパイのために子供を作らなきゃいけないなんてとりあえず近くの孤児院に行ってみるかいいよどれでも好きなの持って行きな、うん、いや本当にいいんですかスパイ気持ち悪いなワクワク殺すか あら久しぶりね元気してたあ久しぶり小さい頃なんてもう大人だもんとか言っちゃってもう懐かしいわね小さい頃のあなたはどこ行っちゃったのかしらお腹かも出ちゃっても可愛いわ、ね、すいません失礼ですけどどちら様ですか私は逮捕は誰すいません NHK です玄関先までお願いしますイルスですかニュートすみません料金の件なんですけど 回線落ちでで止まままっていいいいいる敵ががしたどううすすすればいいですかごご質問ありがとうございますこういう時はですね、散々あおった後に、ワン、ツー、スリーでグレネード投げてもらって、あとはもうボッコボコにしようと思うんですけど、自首します。うわぁ、隣のクラスのダニエルくんめっちゃかっこいいからタイプなんだけど。でも自分から行かないと振り向いてくれないわよ。そうだよなぁ、ちょっとデート誘ってみようかなは。はじめまして、隣のクラスのブラッドハウンドです。今度水族館一緒に行かない,ですかいや、誰がお前みたいなやつで行くか。ジャンプパッドを使ったかっこいい腰打ちクレーバー見せてほしい ですご質問ありがとうございますいまずはですねジャンプパッドに乗って友達とのでで勝てませんどうしたらいいですかおそらく多くの人ってここで牽制し合うと思うんですけどパッド行くと意外と振りをつくことができて卵ボールあげよっか ポータル加速壁キックピースキーパーを見せてください了解ですじゃあまずはポータル加速して壁キックあれピースキーパーあれ近距離センチネルお願いします了解です遠距離で使うと強いのはもちろんなんですけど近距離で見るといやアイアンマンの介護官マスターからプレデターに行けないですご質問ありがとうございますやっぱりねプレデター目線からで申し訳ないんですけどやっぱり立ち回り 僕はドームシールドになりたいのですが、どうしたらなれますかご質問ありがとうございます。我が社はですね、筆記試験はなくて、実務試験としてこちらを受け止めていただく形になるんですけど、マリオになりたいんですが、どうしたらいいですかいや、もうゲーム変わってますやん。エーペックスの話。おーー現場はここか。完全犯罪を装ってるつもりなのか。んなんだあれは。生産狩りいや、違う。これは。グラニュー糖。 ロ婆バでしか行けない場所を教えてくださいご質問ありがとうございますそうですね私を見失った時あなたは負けるかっこいい直下グレネードを見せてください了解です俺は一生お前を忘れはしない<ッ>ミラージュのデコイになりたいですご質問ありがとうございますっておいどうしたデコイが倒れてるそんなことがあるわけまさかこいつは本物いやデコイかい もうちょっと面白いネタないんですかしょうがないなじゃあもうアークスターを隠すか <laughs> 3人称無重力10回転クレバーさすがに無理ですよねいや何をおっしゃいますか私はいかなる時も成功を成し遂げてきました今回もその意地を見せますよ当たり前じゃないオートエイムなんてものは存在しないのよ私についてこれるかしら おめでとうこれであなたも一流ようわおそうですね僕は武器をしまって敵に近づくことを結構意識してますこういう時はスライディングをしながら武器を出してキャーモンベイビーランクマッチにいる外役野らのモノマネをしてくださいえー、いや俺ちょっと出会ったことないんですけどこんな感じなのかなうんただただ生きるのが嫌だー 世界は残酷だそれでエレン・イエグ私ブランド立ち上げたのよかったら店内見てってねあっコースティックおじさんだうん実にいいセンスだ性を実感する 店内飲食禁止なの私ブランドを立ち上げたのよかったら見てってねあっレースお姉ちゃんなんで手術とかコツと症状とか医療用語って言いにくいのうわお姉ちゃん大好き <laughs> 何ちきってんだよあたいはここまでいけたよ<ー>ほらほらこっち来なよえ楽しかった修学旅行私は神に使わされしカリュド 切れたこれが神々が下した結末この金のバックパックシールドと体力を強化して仲間を復活させることができますいやでも高いんでしょういえいえ今ならなんとこの商品1980ああ水素の音出会い系サイトを使ってみたんだけどどんな人が来るのかなよーさん今日は楽しみにしてたぜ <laughs> 適切なコンテンテツって何ですかえー、いや、ちょっと Google 先生に聞かないとわからん。待って、早まるな。私は後ろよ。あなたの負けね。え、この的の厚さはだいたいまあ0.1くらいかな。あー、なるほどね。これはあー、まあだいたい0.35。じゃあ地面はどうなんだろう。目に見えるもの、が真実とは限らないこのみんなにね、ちょっと言えなかった悩みがあるんだけど、ちょっと聞いてほしいな。みんなね、何気なくアビリティ使ってると思うんだけどね、本当に指がいかれそうなのよ。 これはとても切れ味のいい手裏剣なの。たとえダイヤモンドだとしても切れる。ちょっと訓練場のボット弱すぎないマジでなんとかしてよ。ふっ、私の真の力を見せる。なんだこの魔力はこの強大な魔力の前で立っていられる。やばい今日は店内商品全品10%オフだから買い込まない。あら三丁目の奥さん。 チクワさんって実は歌う前ですよね。いや、そんなこと言われたらちょっとお箱歌っちゃおうかな。好き好き好き、あのお子様、キャリー。私は暗殺者の子供として生まれた。でも人なんて殺したくない。だからいつも手が震えるふりをしている。うん、才能を赤いかさせるものもう喧嘩はやめよう、ダニエル。銃を下ろしてくれ。わかった。仲直りをしよう。かかったな、ダニエル。これで二人同時におさらばだ。いや、それは残像だ。 今日はロッククライミング世界大会。韓国では俺が1位だったが、世界にはどんな奴がいるんだろうな。V トールジェットを起動するよ。少し浮かんでみるかいる女の子にモテません。どうしたらいいですかいや、これね、前回もお話ししたと思うんですけど、プレデターバッジ持ってたら1からです。私が空を飛ぶ理由、それは父への憧れだった。少しでも高く飛べるように日々練習している。でもきっと、私には才能がないのだろう。その光景はまるで、 地上にいるアメンボこの世で一番かっこいいバナー回収を見せてくださいご質問ありがとうございますどんな困難があったとしても立ち向かう勇気それが大事なんじゃないかと思います今日はみんなフィッツロイライブへ来てくれてありがとうよかったら聞いていってくれめちゃファンなんですあのニュートも連れてきたので今日自信作聞きたいですじゃあちょっとチューニングするぜよく見ると元カノ久しぶりね OK こんな奴といるといざという時の敵手に備えれないが仕方がないか何してる警戒警戒されるようなことしたか知らなくてはこの生き物について相手を知ることが和平の第一歩アーニャを知ると世界が平和にアーニャピーナッツが好き嫌いや聞いてないよそれ何人は嫌いカリカリベーン好きちょって何言ってるか分かんねえわ殺すかこいつアーニャ人の心読めるのフィッツロイが自殺そんなはずはないバカな奴だったがあいつは前向きな奴だった必ず犯人を見つけてやる久しぶりねこの声どこかで確かお前は さよならちょっと早いなまっ、あ、いっか背景お父さんお母さんへわがままの僕をどうか許してください僕が警察官になりたいと言ったとき本当はとても心配だっただろうけど快く送り出してくれて本当に嬉しかったそして犯人お前はライセで会おうあれいつものんがくはいや恥ずかしすぎやろいや遅いわエーペックスをやる友達がいない俺はたくさんいるぜ友達ボブジョージにまいてるクリン,トン無料しーンあーれの友達だぜあれ ローバフォージャー彼女は殺し屋だったパーティーに行くために恋人を作らないとあーにゃ母いなくて寂しい母の存在恋しいにこの子絶妙に可愛くないわね他の人に気を取られているちょうどいいこの好きなら殺せるはずあーにゃ人の心読めるのなあダニエルお前のが強いのはもう分かった仲直りがしたはずだなぜ銃を下ろさない力ずくでも握力異常に高いのねうっだダニエルが動いてる いや、俺たち友達なんだからそんな距離取らなくてもいいじゃん。そんな壁作んなよ。テレ屋さんだなぁ。<laughs> 三人称無重力20回転クレーバー見せてください。ご質問ありがとうございます。ちょっと尺が長いので雑談しますね。この前友達とカラオケに行ったんですけど、なんか何も考えずにトイレ行ったら女の人がいて、やべ、これ間違えたと思って、女の人の顔がちょっとやばかったんで、ごめんなさいって言ってすぐ外出たんですけど、後で見たらあのゴリッゴリに男子トイレでした。 うわ私のボディーガードは頼りがいのある人じゃないと無理よ俺の上腕三頭筋お前の中学反抗期やばい生理的に無理な人来たどうしようまあ面倒だし逃げるしかないかえー、めっちゃ好きー でややっっててるるたもうわりそうもうわりそう最終上だから守った方がいいかもいやまだ俺ら上守ってる終わってないから別腹かもいやあんま削れてないさあ今日は爆弾ゲーム世界大会決勝戦皆様盛り上がっているでしょうかおっと試合が始まりました解説の池田さん今回の見どころはどういったところでしょうそうですね最後に誰が爆弾を持っていたとしても全員弾け取るというところです皆さんようこそ サファリパークへどうぞごゆっくりダニエルをご堪能くださいませ本サファリパークのダニエルは人を殺やめるほどの殺傷能力を持っていますが特別な防護シールドで守られているため人を襲うことは決してありませんパパ見て本物のダニエルだいやすごいなでも銃を向けてるからちょっと怖いねオーマイ・ゴッド・ファーザー・コー 仕方ないですね。私の休日の過ごし方をご紹介します。<laughs> 57、58、59、60。もういいですか全力で探させていただきますよ。あらまあ。どこですかどこですかどこですか音が聞こえますね。そこですか見つけましたよ、チョコチップ。 私の勝ちですね。これで百戦百勝。私のペットになってください。はぁ、あ、新学期始まって学校生活めっちゃウキウキしてたけど、もう慣れちゃったな。テストもあるし、学校行くのもめんどくせぇな。でも学校行かないとお母さんに怒られるし、ああもう足が重てぇ。おはよう、ダニエル。今日も学校頑張ろうぜ。おい、今日めっちゃ可愛い転校生来るらしいぜ。えぇあの、東京から来ました、パイロン拓洋です。仲良くしてください。な、なんだこの揺れは もしかししかかてて来てしまったのか訓月号の月ゴゴロゴロ読んだよお前お、おいそんな話してる場合じゃない見ろよ上えはーいどうも皆さん逃げないと地ならししちゃうぞなんでこんな無慈悲なことするんだいやそんな壁殴らない俺にだってまだ知りたいことがたくさんあるあでももう来ちゃったからサンタさんはどうやっていつも僕の家に入ってきてるんだ、うん、それはサンタさんが多分うん、うん、親だからえ嘘そうなの地ならししていい かっこいいクレーバーの最高傑作見せてください。いや、ちょっと今回無重力でいきますね。いや、前回よりも飛距離が出てるのでちょっと難しかったんですけど、なんとかね、華麗に決めることができました。出るわ、やりましょう。今日はサバゲーの世界大会。絶対に負けられない。俺のコードネームはボニート。意味はよくわからないが、師匠が俺につけてくれた名前だ。出た、またあいつだよ。あいつのコードネーム知ってるえ知らないボニート。日本語ではカツオっていうらしいぜ。あ、だからあいつ死んだ時カツオ節みたいに踊るんだ。フラットラインとカービン、正直どっちが強いですか いや、これ正直ちょっと意見分かれると思うんですけど、ちょっと一回売ってみますね。まあやっぱりカービンは安定してますね。まあ次はフラットラインなんですけど、カービンに比べて火力は高いんですけど、ちょっとリコイルが難しい。よくぞここまでたどり着きました。様々な試練を乗り越えてきたあなたは、きっと強くなれます。さあ、最後の試練です。このゲートを通ってください。やっとここまでたどり着いた。失った仲間のためにも、このミッションを絶対に完遂する。 ヨーブローさいいね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 いいよ。いいねいいねみいな,んな,んない絶対いねい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 いねだいねい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 いだいいね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 い系サイトを使っていたんだけどどんな人が来るのかないねい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 い いや、マジでビビった。もう、早めに飛んでよかった、マジで。ああ、もう散々だ。ビールでも飲むか。ああ、もうどうやったらいい人と出会えるんだろう。やってらんねえわ。もうちょっと積極的に行った方がいいんかな。<laughs> それにしても、すごい体つきだったな。頭から離れねえ。うん。 これって濃い壁ジャン使ってる人ってミセプしたいだけですよね。もちろんミセプとかで壁ジャン使おうって思う人多いと思うんですけど、まあ僕もその一人で、まあ実際に敵から被弾しにくいっていう部分で結構壁ジャンは強いんですけど、まあたまにはね。 散歩中の壁じゃんっていうのもいいものですよ。星が降るようで。皆さんどうもおはこんばんにちは。今回はラーメンが好きそうなキャラランキングを発表いたします。第3位はこのキャラヒューズです。彼は体に悪いものばかり食べていそうですよね。酒仲間と共に深夜に家系ラーメンを食べに行ってると思います。第2位はこのキャラジブラルタル。まあ、言わずもがね、このキャラは頭体からして二郎系ラーメンを食べているのではないかと。そして栄えある第1位は、このキャラバンガロールです。 いやだって頭が縮れ面ですもんいいかカワツキよく聞け私をこんな姿にしてやつらを一人残さず狩り尽くした残り10秒黙れ やつらに関わりがあるやつは全員殺す、ね、いいから早くやれよ、反復横跳び皆さんどうもおはこんばんにちは。今回はプールが苦手そうなキャラランキングを発表いたします。第3位はこのキャラパスファインダー。彼は地上ではグラップルで自由に動き回ることができますが、ロボットであるためプールは苦手なのではないかと。第2位はこのキャラワットソン。プールが苦手そうというよりは苦手であってほしいという願望があります。そして栄えある第1位はこのキャラ、 ママットマギーですいやだって唇が紫ですもん。やばいお腹すいたし喉も渇いた。なんかないかな。あ、コンビニある。行こう。あっちいな。アイス食べよう。 あんなこと言われたけど、やっぱり隣のクラスのダニエルくんめっちゃかっこいいな。一回振られただけじゃん、もう一回行ってみなよ。そうだよな、ちょっともう一回誘ってみるか。まだダニエルくんのこと諦めきれません。諦めろ。ストレート。よかったら僕と今度水族館に行ってくれませんか無理。まっすぐだね。ちょっと用があるかもム 結局99とカーってどっちが強いんですかあの、ちょっとこれだけは覚えといてほしいんですけど、どちらの武器が強い、どちらの武器が弱いっていうことではなく、あの、すべてあなた次第なんですよ。あなたがしっかりリコイル制御できれば武器もそれに応えてくれます。エーペックスレジェンズは完全に実力のゲームです。 そんなことを考えてる暇があったら、あの、毎日リコイル練習をして、少しでも上手くなるように努力した方がいいと思います。あ、気にしてんの僕でした。我らの道が今日決まる。私は一目ぼれをした。雑誌についているトートバッグがどうしても欲しい。雑誌の中身なんてどうだっていい。顔、性格、佇まい、すべてがタイプだ。時は満ちた。疾風が勝利を呼び込んでくれるだろう。すべての民を、轟け。私が古く盗んだる あーとりあえずここまで登ってきたけど。え、なにこれ洞窟みたいな入り口あるんだけど。え、なにこれ奥どうなってちょっと明かりつけながら行ってみるか。ちょっと当てたら弾け飛ぶけど、ね。あ、いたいけそう。あやいや、ちょっと早いな。OK お,おかえ帰り。<laughs> 一人で行かせてごめんね。<laughs> 我らの道が今日決まる。私は初めて映画、君のウイルを食べたいを見た。何が面白いのか私にはわからない。映画とはこういうものなのか。だがなんだこの感情は。とても胸が苦しい。張り裂けそうだ。いや、今はどうだっていい。敵を殲滅して勝利をつかむ。疾風が勝利を呼び込んでくれるだろう。すべての民を轟け。私は目が潤んでる一撃必殺ってクレーバー以外にありますかあのー、あります。 まあ、ヘルメットの状態にもよるんですけど、まあ、クレーバーは一撃ですよね。ただ、もう一つね、一撃必殺があるんですよ。まあ、見ててください。いや、これね、あの、ヘッショじゃなくて胴体でもいけるんですよ。先生、今日って宿題ありますかまあ、そうだね、今日の授業でやった教科書23ページから167ページまでの文章をもう一度読んでくるのと、あとは漢字ドリルかな。それをやってきてほしいな。はい、わかりました。なんでそんなページ数多いのふざけるな、マジで。 漢字ドリルなんかやって何に役に立つんだ先生、課題やってきました。今日の宿題は何ですかお、偉いね。今日はちょっと計算の問題集やってもらおうかな。135から158ページまでちょっとやってきてほしいな。はい、わかりました。なんだ、計算だと全然面白くない。こんなのやって何に役に立つんだ先生、今日も課題やってきました。今日の課題は何ですかいや、偉いね、君いつもしっかり課題やって。いや、今日はね、昨日と尊いで結構課題出したから今日はなしかなわかりました。 今日は宿題がないらしい。今日は思うぞ。うやるぞ。あれちょっと自分しから見た性を実感する。ちょっと変なプライベート見えちゃったかな。グラップルで回転してクレーバー決めてください。ちょっとできるかわかんないんですけどやってみます。あ待ってちょっと良いそうやべえ。オッケ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 。マ、ま、エ、あ、版使うのはかっこいいからだと思いますよ。やってみますか。Show the enemy, Jackie Shaw, f レッチャージバイバイシェルス。プレデターのキルクリップに乗るようなクレーバー見せてください。あの、ガチで多分惚れますよ。今まではチクワさんってネタばっかりでなんか絶対上手くないよねとか言われてますけど。ま、あ地元ではセリーの鼻クソくらいには言われてますね。まずい一人で来たのが間違いだった。何も見えない。ん誰か倒れてるミラージュ。クソ、電波もね。とりあえず安全な場所へ連れてっか。いや、応急処置をした方がいいのか。いや、わからない。でもこのままじゃ、一人の命が。手遅れになる前に何かしないと。 あいつ絶対殺す。エーペックスって泳ぐ場面ないんですね。あ、そうですね。荒野高度とかは結構海辺のステージとかあると思うんですけど、エーペックスで泳ぐってことはないですね。まあ水があるステージはあるんですけど、まあ溺れ死ぬってことはないですかね、やっぱり。警察だ、銃を下ろせ。お前正気かお前が俺に向けてる銃。それは何だこれかピースキーパーだ。それがどうしたピースキーパー、平和を保つもの。 お前はそれを俺に撃つことが平和に繋がると思うのか。よく考えろ。すまない、俺が狂っていたようだ。わかりゃいいんだよ。確かにお前のバスタブをコンクリで埋めたのは謝るけど。